日産、スカイライン日産、スカイライン GT、R スカイライン GTR は、かつて日産自動車が生産、販売を行っていたスカイラインをベースとした乗用車である。愛称は、R、スカ GR、GTR のほか、拡大の愛称、形式でも呼ばれる。GTR の歴史は、ツーリングカーレースで活躍した仙台プリンス、スカイライン 2000GTB の後継者として、 1968年10月開催の第15回東京モーターショーへスカイライン GT レーシング仕様を出品したことに始まる。これはスカイライン 2000GT の車体へプロトタイプスポーツカーである日産 R380 のエンジングレーン8型をベースに開発された直列6気筒 DOHC エンジンを搭載したものである。この GT レーシング仕様がほぼそのままの形で、1969年2月に初代 GT-R として発売された。以降、2世代5代にわたって開発、生産、発売された。スカイラインの中でも自動車レースでの仕様を主として開発された車種であり、日本を代表する高性能車の一つである。自動車レースにおけるあらゆる規制及び規則範囲内において、 最大の性能が発揮する専用エンジンと装備品を組み込んでいるのが特徴であり、出場した自動車スポーツレース全般で数多くの勝利を挙げている。現在でも特に1989年に発売された R32 型が最も人気があり、中古車が主に北米へ多数輸出、輸出した R32 型を再び日本国内へ逆輸入し再登録といったことも、 盛んに行われており、中古車価格は PGC10 型から R34 型まで共に数百万数千万円という非常に高値安定傾向である。開発はプリンス自動車工業時代から S74 型として着手されており、発売は日産自動車合併以後の1969年2月である。 当時スカイラインのボディは4ドアセダンと5ドアステーションワゴンの2形式でありロングノーズの 2000GT は4ドアセダンのみであったことから GT-R も当然ながらセダンボディで発売されたこのためおとなしいボディに同盟なエンジンという意味の羊の皮を被った狼のキャッチフレーズが仙台プリンススカイライン 2000GTB からそのまま受け継がれた同年10月には スカイラインシリーズ全体のマイナーチェンジに伴い、外装、内装に若干の変更が行われる。外装はヘッドランプハウジングが独立したタイプの3、分割グリルだったものがワンピースグリルと呼ばれるものにメッキ仕上げだったフェンダーミラーは艶消し黒に内装ではステアリングホイールがウッドからそれまでスポーツオプションだった合成ホーム成形に変更された。 1970年10月 C10 型のマイナーチェンジと同時にハードトップと称するホイールベースが7 0ト、mm、ル短縮されたにドアクーペボディが追加されたことに伴い GT-R はセダンに代わりクーペの KPGC10 型となった C10 型マイナーチェンジによる変更点を除く PGC10 型から KPGC10 型への限定した変更点として リアホイールアーチに FRP 製の黒いオーバーフェンダーの装着、フェンダーミラーを砲弾型からタルボ型へ変更、フロントグリルの衣装変更などである。4ドアセダンをベースに2ドアクーペを設定する場合、ハードトップスタイルを採用する例は、同時期の西ドイツで多く見られるが、B ピラーがなくなることで低下する、ボディ剛性を担保する手法の一つで、 メルセデスベンツが好むホイールベース短縮を採用しておりフレーム剛性を据え置きつつ若干軽量化を実現した。より低く流霊となったクーペボディは空気抵抗を低減し短縮されたホイールベースは運動性能を高めることから GT-R の競争力はさらに向上した。外観における GT 系との相違は拡大されたトレッドに対応するため リアホイールアーチがサーフィンラインをカットして髪型へ拡大されているほか、前後ウィンドシールドをはじめとしたすべてのガラスが、青色の熱線吸収タイプではなく4気筒モデルのスタンダードと同じ無色透明タイプになり、リアでホッカーやモール類、装飾類、ホイールカバーが装備されない点などが挙げられる。これらに加えラジオがオプション装備であるため、選ばなければアンテナもない。また、 KPGC10 前期型には、オプション装備のリアウィングを備えた車もある。防錆塗装はオプションであった。総生産台数は、PGC10 型が832台、KPGC10 型が1197台。メカニズムなど、この台の一番のトピックは、プリンス R380 で使用されていたグレーン8型エンジンを、設計叩き台として開発された、日産。 S20 型エンジンを搭載したことにある。詳細は S20 型エンジンの項に譲るが、前任のプリンススカイライン 2000GT に搭載されていた G7 型エンジンがツーリングカーレースにおいて、すでに競争力を失いつつあったため、S20 型エンジンを開発、搭載したものである。排気系には3機筒ずつ、それぞれ1本にまとめられたステンレス製頭頂。 エキゾーストマニホールドを採用し、消音器の外角を共用する以外は、大気解放される、テールパイプまで2本が完全に独立している。ギアボックスは、日産自動車内製の FS5C71、A 型及び B 型5足フロアシフトである。前段ポルシェ式サーボシンクロメッシュの常時噛み合い、マニュアルトランスミッションで、競技用に用意されている3種のギアレ使用中、1足が最も、 ローギアードで2足以上をクロースレシオとしたものが標準装備として採用されており、他の2種類はスポーツオプションとされた。PGC10 型から KPGC10 型前期までがクラッチハウジング、ギアケーシング、エクステンションに3分割された A 型、KPGC10 型後期はクラッチギアケーシング、エクステンションに2分割された B 型である。 ディファレンシャルギアには大分クラッチ式 LSD を装備していた。サスペンションは 2000GT と同一の前ストラット、あとセミトレーリングアームであるが、スプリング、ダンパー及びフロントのみに装着されている、スタビライザーがそれぞれ強化されている。ブレーキも 2000GT と同一の前ディスク、あとリーディングトレーリング式ドラムであるが、ブレーキコントロールを容易にするため標準では、マスターバックは、 装備されていない。ステアリング機構は 2000GT と同一のリサーキュレーティングボール式であるが、ギア比は高めに変更されている。1970年10月から S20 型エンジンにブローバイガス還元装置が取り付けられた。同時に無塩レギュラーガソリン仕様が設定されている。圧縮比を0.5下げ、点火時期の深角を穏やかにしたため、 ハイオーク仕様より 5PS 低い 155PS となっている。内装関係で特筆すべきは、ドライバーが運転する上で必要な装備が充実しているのに対し、不要なものはほとんど何もない点である。ドライバーおよびナビゲーターシートは、リクライニング機構を持たない合皮張りのバケット型であり、2ドアの KPGC10 型では、全単価のヒンジを支点にして、 座席全体を前に投げ出すようにして、後席の上降通路を確保する。運転席側には3点式、シートベルトとヘッドレスト、サンバイザーが標準で備わるが、助手席側のそれらは、オプション装備である。また、ヒーター、ラジオ、時計は元より、ドアポケット、助手席及び、後席の2点式、シートベルト、及びアシストグリップすら、オプション装備である。 イグニッションキーシリンダーは、アクセサリーポジションのみオフから半時計回り側の、本来ステアリングロックがあるべき位置へ隔離され、オフから時計回りで、オン、スタートと並んでおり、競技使用時の利便が図られている。ステアリングロックは装備されない。GT-R の特徴である、エキゾーストマニホールドにより、コンプレッサーを取り付ける空間が確保できず、純正クーラーは、オプション設定もされていない。 競技用のスポーツオプションが非常に充実しているのも特徴で、アルミ弾造工圧縮ピストンや体型機械機、オイルクーラー、バッフルプレート付きアルミオイルパンなどのエンジン関連部品からサスペンション、ブレーキの強化部品、幅広スチールホイールなど一通り準備されており、中にはワイド型ルームミラーやレースレギュレーションで義務化されていた合わせガラスのウィンドシールドなど、 高度走行時においても極めて有用な部品もある。四代目スカイラインのハードトップ 2000GT をベースに百9 7 3年1月から4月の3ヶ月のみ 2000GT-R として販売されていた。GTK と比較して専用ラジエータグリル、前後オーバーフェンダー、リアスポイラーを装備するほか、先代では標準でなかったラジオが標準装備とされている。エンジンは 仙台同様、S20 型エンジンは採用されている。ただし、使用されていた S20 型エンジンが昭和48年、排出ガス規制に適合しなくなったため、レースカーもコンセプトカーが発表されたのみで、実際のレースへ参加することはなしに3ヶ月後の4月末を、もって、わずか197台だけで生産、販売が終了した。この少ない生産台数については、 S20 型エンジンの在庫処理のためという説もある。レースで活躍した先代と違い、そして KPGC110 型以降、BNR32 型が発売される16年後の1989年まで GTR の名称は途絶えることとなる。総生産台数は197台、うち195台が市販された。メカニズムなどエンジンは、 先代と変更されていないが、燃料タンクが 100L から 55L と、ほぼ半減している。足回りに関しては、リアに、スタビライザーが装備され、マスターバック付き4輪、ディスクブレーキが付与されている。車体は、全長で 130mm、全幅で 30mm、ホイールベースで 40mm 拡大されており、g t 系と違いオーバーフェンダーが付与されている。 これらの装備を足されたことでトータル 45kg の重量増となった。なお、後に現行型の日産 GT-R まで踏襲されている丸型4頭のテールランプはこの台から採用されている。1989年5月22日、8台目スカイライン発表。GT-R を含む 4WD 車は8月発売とアナウンスされた。 1989年8月21日発売。形式は BNR32 仙台 KPGC110 の生産終了より実に16年ぶりとなる GT-R 復活であり、当時日産で行われていた901運動の中体成として開発された R32 型 GT-R はアテサイ、TS、スーパーヒーカスといった 当時の最新デバイスに加え、エンジンに専用設計された RB26DET を搭載し、日産、フェアレディ Z インフィニティ Q45 と共に、日本初の 300PS 車として、トリオで発売される予定であったが、当時の諸事情により実施された自動車馬力規制により、いずれも、日本向けは 280PS とされた。フェアレディ Z とインフィニティ Q45 は、 海外輸出仕様は 300PS であった。GT-R の輸出はオーストラリア向けのみ100台ほどの少量が行われた。出力は日本と同等の 207kW だが、スピードメーターは 260km スケール仕様。アンテナはルーフ、中央前側への設置、ハイマウントストップランプの追加等。 細かい変更や追加が行われた上で販売された。現在界隈でゴジラと呼ばれている GT-R の愛称はオーストラリアでのツーリングカー選手権への参加で、他メーカー勢を周回遅れで制した衝撃がきっかけで名付けられた。この RB26 デッドの排気量は 2.6L という当時としては中途半端な排気量設定がされている。これは 当時のグループ A レギュレーションに対応させたことが理由。GTK 標準モデルとの外見上の違いは、専用16インチアルミ単造ホイール、前後フェンダーの拡幅化、アルミ製フロントフェンダー及びアルミボンネット採用、フロントグリルの追加、専用フロントバンパー、専用リアウィングが挙げられる。開発に携わった長島務の証言では、当初の試作者は、 スカイラインとフロアパンを共有しており、車種の性格上非特性が高いとの理由から、R31 型スカイラインではなくあえて C32 型ローレルをベースにワイドフェンダー化された個体が用いられていた。1990年にはグループ a 参戦マシンのホモロゲーション用モデルとして500台限定で GT-R ニスモが発売され、同年より、 R31 型スカイライン GTS-R に代わり参戦した全日本ツーリングカー選手権においてデビューインを果たす。参戦初年度でありながら年間を通してカルソニックスカイラインを代表とする GT-R の強さを印象づけ世界中で最強を誇っていたフォードシエラ RS500 を全日本選手権から駆逐し日本国内のみならず日本国外の自動車レースも設計した。 その後、全日本ツーリングカー選手権が FIA のクラス2企画で行われることが決定したため1993年以降は全日本 GT 選手権に戦いの場を移すこととなる。他にグループ A より改造範囲の狭いグループ N に対応するため、主にブレーキ系の性能を向上させた V スペック V スペック2が発売されている。車体色のバリエーションは イメージカラーとなる、ガングレーメタリックの他にクリスタルホワイト、ゼットシルバーメタリック、レッドパールメタリック、グレイシュブルーパール、ダークブルーパールなど、前期モデル、中期モデル、後期モデルで、計8色販売された。なお当初は、ダークグリーンメタリックの販売も予定されており、発売前の反則カタログにも掲載され、試作者も作られたにもかかわらず、 結局このカラーでの GT-R は販売されなかった。なおこの車体色は中期以降の GTS グレードにて採用されている。メカニズムなど BNR32 型最大の特徴は、上述の通り当時の最新装備が多数採用されたことである。特筆すべきは PGC10 型から KPGC110 型まで自然吸気エンジンかつ後輪駆動であった GT-R が、 この BNR32 型では、ツインターボエンジン RB26 デッドが専用に、開発、搭載され、足回りも、アテッサ E、TS、スーパーヒーカスを搭載し、後輪駆動から四輪駆動となったことである。その中でも RB26 デッドエンジンは、S20 型同様、モータースポーツ参戦を前提に開発されていたもので、あったため、 市販車の平均的な水準をはるかに上回るエンジン強度を誇り、出力も 280PS、36kgfm を達成するなど非常に強力なエンジンとなっている。しかし欠点として RB26 エンジンはエンジンブロックが丈夫さと引き換えの鋳鉄性であり、これにより車重が増加した。そしてフロントヘビーな配分と 高度なテッサ ETS などのデバイスが災いし、標準装備のブレーキでは、ハードな走行に耐えきれず、N1 レース参戦初期には、強いアンダーステアに悩まされ、ブレーキフェードによるリタイアもあった。その後の対策として、V スペックではより大型のブレンボ製、ブレーキキキャリパーが採用されている。グレード年表1995年1月6日、発売。形式は、 PCNR33。1993年8月に R33 型スカイラインが発表された直後の第30回東京モーターショーでプロトタイプが発表された後、標準車の販売開始から遅れて1年5ヶ月後に発表された。この R33 型 GT-R は通常はモーターショーなどで新車発表するところを改造車の祭典である。 第13回東京オートサロンで発表するという形式が取られた。これは当時の市販車としては初めてのことである。この形式より以前にも増して本格的にニュルブルクリンクでのテストドライブが重視された。このことより b c n r 3 3のプロトタイプモデルが7分59秒のタイムを記録したことで b n r 十二型に対してのタイム差から マイナス二十一秒ロマンと銘打ったキャッチコピーを掲げ、GT-R としては初の単体でのテレビ CM を展開している。また、b n r 三十二型と違い、発売時よりブ VSPEC 及びブースペック n 一が設定されている。また、九百九十七年には日産関連企業のオーテックジャパンより特別仕様ながら p g c 十型以来の四ドアセダン GT-R と、 なる、スカイライン GT-R、オーテックバージョン 40th a n n i v e ーが発売された。モータースポーツでは、BNR32 に引き続いて全日本、GT 選手権に参戦しているほか、ルマン24時間レースにも参戦していた。またこの台からイギリスへの請求輸出が100台限定で、行われ、開発士官を務めた渡辺孝さんによれば、北米への輸出も検討されていたが、 RB エンジンは、左ハンドルへの対応が難しく、排気構造の問題からエンジンを開発し直さなければならないとの理由で、アメリカ向けの R33 は見送られた。メカニズムなど先代、BNR32 に引き続き RB26、デッドを搭載しているが、旧型より増加した車両重量に対応させるための高出力化が必要となった。そのために、 従来八ビットであったエキの十六ビット化、下級圧の上昇、バルブタイミングや、吸排気系、圧縮比、フリクションロスの見直しなどの改良により、出力は二百八十 p s 三十七点キログラムフォース m となる。また、b n r 三十二では、V スペック系統のみ設定されていた、ブレンボ製、ブレーキキャリパーを全車標準装備とし、V スペック系統には、 アクティブ LSD を採用。このアクティブ LSD とシンクロして動作するアテッサ E-TS Pro が搭載されている。車体の特徴として、R32 型から全長が 130mm、ホイールベースで 105mm 拡大され、全体的にワイドボディ化された。加えて、ボディも補強され、剛性が高まっている。また新たに、角度調整機構付けリアスポイラーを採用した。 内装の基本的なレイアウトは、センターコンソールの三連メーターなどは、BNR32 型と同様であるものの、タコメーターに GT-R のロゴがついたこと、ハイビームサインが下部から上部へ移設されたことが特徴である。なお前期型のステアリングは、K11 型マーチなど日産のエアバッグ、装着車共通のステアリングセンターパッドが採用されていたが、不評を買ったため、 中期型よりスポーティな形状のセンターパッドに変更されている。その他、PCNR33 型になり、バッテリーがトランクルーム奥に設置されるようになった。前期では青基調の内装だったが、後期型では内装内張リシートが赤色基調に変更されている。グレード年表1999年1月8日、販売開始。第二世代最後にして、 スカイライン GTR 名義として最後の方である。キャッチコピーは人に翼を。仙台同様第17回東京オートサロンで新車発表。この際、ニスモからはコンプリートカーの状態で展示が行われていただけでなく、いくつかチューニングメーカー、ショップにも事前に納車され、若干のチューニングが施された車も展示された。 生産は2001年まで日産自動車村山工場、それ以降は日産自動車栃木工場で行われていた。この BNR34 型では、先代 BCNR33 型で不評であった、車体寸法の縮減を命題としている。ホイールベースで5 5トル全長で7 5ト、mm、ルサイズダウンさせ。 車軸位置の調整で前後重量配分を約55、45まで改善。車体合成の算出には MRS と呼ぶ同合成解析システムを導入。前型比で動的ねじれ合成を56%、動的曲げ合成を100%向上した。空力では車体前後端の仮面を覆う大型ディフューザーを 装備した量産車発のアドバンスドエアロシステムを採用。スタイルは全体を直線基調とし、ヘッドランプをつり目タイプに丸型4等。テールランプはそれまでの均一サイズから内側ランプを小さくし、中心に方向指示器を配置。青度等は外側の赤部分のみが点灯する。また、リアナンバープレートスペース左横に交代等。 右横にリアフォグランプが装備されている。安全面ではサイドエアバッグをオプション設定しセキュリティ対策としてイモビライザーも採用された。なお、BCNR33 型に引き続きイギリスへの請求室出が行われている。なお、BNR34 型では従来の走行面を重視した V スペック系のほか2001年には乗り心地と 上質感を重視した M スペックが設定されている。しかし、KPGC110 型同様排出ガス規制の強化により、平成12年規制への適合はなされず2002年8月に生産終了。生産終了直前の2月26日には、最終記念車 V スペック 2NR 及び M スペック NR が合計1000台販売され、2002年1月24日の 発表日に即日完売となった。2007年発表となった後継者の日産 GT-R がスカイラインの名称を引き継がなかったため、スカイライン GT-R としては2020年現在、この BNR34 型が最後となっている。モータースポーツでも R33 に引き続いて、全日本 GT 選手権に参戦していたほか、ニュルブルクリンク十四時間レースやスーパー耐久に、 ファルケン GT-R が参戦していた。メカニズムなど第二世代最後の GT-R とあり、この台でも先進的な技術が採用されている。V スペックの前方下部に樹脂製、後方下部に量産車発のオートクレーブを用いて、調整されたカーボンディフューザーや可変二段リアウィングスポイラーのアドバンスド野ロシステムを採用。このディフューザーは、 車体下部前後を折っており、走行風を取り込んで、圧縮、整流させ、ボディ仮面を通り、リアで拡散させることで、ダウンホースを発生させる仕組みとなっている。さらにフロントバンパーの幅をタイヤハウジングより大きくしているが、これは空気をタイヤハウジングへ溜めさせ、負圧でブレーキを冷却させるためである。タイヤ、ホイールは18インチ化されたものの、 1>, 1セットあたり 1kg 軽量化。ブレーキは、仙台同様引き続きブレンボ製を標準装備しているが、本体色の変更の他に取り付け、ボルトを太いものに変更し、指示合成を向上させている。トランスミッションは、ドイツゲトラグ社と共同開発した6足ミッションで、リバースギアにもシンクロ機構が装備されている。サスペンションもテンションロッドが一体型のアルミ鍛像の、 物に変更され、耐久性向上と軽量化を行っている。LSD は R33 型同様、V スペック系統にアクティブ LSD を採用し、アクティブ LSD 準拠のアテッサイ、e、TS Pro を搭載している。エンジンは第2世代最後となる r b 2 6 d ッド型を搭載。カタログスペックの最大出力 280PS は、そのままだが、キャレット車程。 1> c 1 0 0 g t 2小型ツインボールベアリングのセラミックタービンの採用と最大化吸圧のアップで最大トルク4 0 0 k g ス m を達成し低回転域トルクの増加で常用速度域における運転性が向上している。またエンジンのヘッドカバーは赤メタリックで塗装されスカイライン g t r 日産の文字が印刷されたプレートものが使われていた。 また NR においては、金色のカバーが採用されている。車内においては、従来センターコンソール上部に置かれていた3連メーターに、代わり、マルチファンクションディスプレイと呼ばれる車両の状態を確認する5.8インチのモニターが搭載され、スオン、下級圧などを表示することができるようになった。レブランプも搭載され設定値になると赤く光るようになっている。スピードメーターは、 当時の日産車では、例外的に左にタコメーター、右にスピードメーターの配置となっており、V スペック系統では、タコメーターの 3000rpm 以下のメモリが圧縮された2段スケール仕様となっている。2000年10月30日のマイナーチェンジでは、リアのブレーキローターを大型化したほか、各種フットペダル R の文字が入った樹脂製からアルミ製のものへ変更、シフトノブも GT。 r ロゴが入ったアルミ製物に変更されている。同時に V スペックは V スペック2となり量産車発となるカーボンボンネットを採用 4kg の軽量化を図るとともに中ダクトの追加でタービン付近の温度低減が図られている。グレード燃表スカイラインは初代の時代からモータースポーツに参戦しているが先日の通り GT-R は特に モータースポーツ活動に主眼を置いており、初代前期、PGC10 型、後期、KPGC10 型 GT-R は、日本国内のレースで後に100勝を達成した、松田のロータリーゼとしのぎを削りながら、クラス優勝を含む50勝を越す勝ち星を獲得している。その後、R30 型スカイライン 2000RS や R31 型、スカイライン GTS-R の公認として、 グループ A の頂点を目指すべく GT-R が復活。BNR32 型はデビューからレース、活動終了時まで勝ち続け、グループ A29 連勝の記録を作った。全日本 GT 選手権では、1993年の開幕から2003年シーズンまで、R32 から R34 までの3世代のモデルが参戦し、すべてのモデルでドライバーもしくはチームのタイトルを、 獲得している。二代目 KPG C110 型 GT-R は、すでに S20 型エンジンが、競技力を失い始めているのに加え、大きく重くなったベースシャー C ーでは、マツダロータリー税に対抗するのは、不可能と考えられたため、モータースポーツ活動は行っていない。ただし、C110 型としては4気筒セダンの 1800GL に、ラリー用スポーツオプションが用意され、メーカーが、 プライベーターをサポートしていた。スカイライン 2000GT-R71 日本、グランプリレース大会出場車両のレプリカ C10 型の強さを語る上の代名詞として、49連勝というフレーズが昨今において、雑誌、広告、DVD などのメディアにおいて広く使用され認知、されている。ただし、この連勝数については、諸説があり、例えばプリンスの丘公園における、 C10 型の功績を称える石踏みには50連勝と書かれていることに対して、モータースポーツ専門誌のレーシングオン444号では、うち18がクラス優勝。また1971年7月25日に行われた富士 1000km レースにおいて、総合6位となっているため、連勝記録は46で止まっていると指摘している。なお、 日産のモータースポーツ部門であるニスモは HPE において49勝しさらに50勝目も上げたという表記を取っている。1990カルソニックスカイラインニスモのエキシビションにて1990年全日本ツーリングカー選手権第1戦西日本サーキットにて GT-R はレースデビュー。レースでは星の組のカルソニクスカイラインが ポールトゥウィンを飾るだけでなく、予選では、コースレコードを2秒近く、短縮。決勝では、レースの4分の1を消化した時点ですでにすべての、マシンを、周回遅れとするなど、圧倒的な力の差を見せつけた。その後もシリーズ前線で、ポールポジション獲得、優勝。翌年度からは徐々に参戦者数が増え、最終シーズン1993年には7台の、 GTR が参戦、グループ A は事実上のワンメイク状態とまで化した。結局、1990年の初戦から j t c というカテゴリーが終了する1993年まで無敗を誇り、最終的に29連勝という偉業を成し遂げる。なお、j t c と並行して N1 対9シリーズにも GTR で参戦した。また、日本国内だけでなく、 国外のレースにも積極的に参戦している。1990年11月にはグループ A マシンによるマカオグランプリギアレースをカストロールスカイラインが制覇したことに続き、ベルギーで開催される世界3大耐久レースの一つ、スパ・フラン・コルシャン24時間レースには1990年の1992年に出場。1990年は グループ N クラスの表彰台を独占した。そして1991年には、前年に続きグループ N クラス優勝だけでなく、グループ A クラスで、日産ワークスから送り込まれた、ゼクスセルスカイラインが2位以下を20周以上も引き離して、総合優勝を果たしている。1992年にも引き続き、ゼクスセルスカイラインが参戦し、前年不参加だった。 BMW 勢を相手に奮戦し、当初はトップを走るものの、エンジン部長からやがて失速。さらにピットイン時にガソリンが引化するアクシデントにアイリタイヤとなった。その他の海外レースにおいては1990年、マカオギアレースに参戦。圧倒的な速さで予選トップを獲得、決勝でもその力を見せつけ、一度もトップを譲らずに優勝した。 他にも1992年にオーストラリアツーリングカーレースでチャンピオンシップタイトル獲得。1993年にもスペインツーリングカー選手権のタイトルを獲得するなど、日本国内だけでなく、日本国外でも数多くの成果を上げている。またワークスだけでなく、プライベートチームもヨーロッパや北米のレースに数多く参戦していた。なお、余談として、 サーキット以外にも1990年に一度だけ世界ラリー選手権にも参戦したことがある。ただし畑違いのこの分野では結果を上げることはできなかった。グループ A 終了後は JTCC と同時に始まった全日本 GT 選手権に転用される車両もあった。JTC 及び N1 対久の戦績ルマン24時間レース参戦。 車両ルマン24時間レースに投入した GT-R は、車両レギュレーションの関係上、同一車種に4度アーシャが存在する車種はエントリーから除外するという規定をクリアするために、日産に住む GT-RLM という独立した車種を製作し、イギリスでナンバーを取得し車両購入を得た上で、規定に合致させるという手法を取っている。購入を得た、ロードカーを最低1台製作すること。 ただし販売の義務はないという中小規模のメーカーに対して文戸を開放するために設けられた規定条項を利用した。このため、b c n r 3 3型でありながら、スカイラインを名乗らない GT-R となっている。競技車両同様、前後トレッドを拡大したほか、b c n r 3 3型 GT-R に採用されている 4WD を配して、 FR2 リンク駆動に改められるなどの改良が施されている。また全部バンパーにコーナリングランプが設けられているほか、テールランプが丸型4灯ではなく角形ランプを円形のケーシングに収めたものとなっているなどの外観上の差異が見られる。現在は日産自動車が保管しており、イベントなどでその姿を見ることができる。 2003ザナビニスも、GTRJGTG の戦績7月第4戦、スーパー耐久シリーズの戦績4月第1戦、マインスーパー 500km レース4月第2戦、ハイランドスーパー耐久レース5月第3戦、スーパー耐久鈴鹿200マイルズ6月第4戦、t i 4 0 0 k m 耐久レース7月第5戦、第6回トカチ24時間耐久レース9月第6戦、 モテギスーパー耐久レース十月第七戦、スーパーテック十一月第八戦、都合スーパー耐久レース JGTC の戦績四月、第一戦、モテギ GT、チャンピオンレース六月スペシャルステージ、ジャパン GT フェスティバルインマレーシア9月第六戦、CP マイン GT、レーススーパー耐久シリーズの戦績三月第一戦、CP マインスーパー耐久五百キロメートルレース四月、第二戦、 ハイランドスーパー耐久レース5月第3戦、スーパー耐久鈴鹿200マイル6月第4戦、TI スーパー耐久9月第6戦、モテギスーパー耐久レース10月第7戦、スーパーテック10月第8戦、都ゴスーパー耐久レース8月、インターテックインコリアニに S 体シリーズ出場者が参戦、JGTC の戦績8月第4戦、ジャパンスペシャル GT カップスーパー耐久シリーズの、 戦績3月第1戦、CB マインスーパー耐久 500km レース4月、第2戦、ハ、は、イ、い、ランドスーパー耐久レース5月第3戦、鈴鹿300マイル6月第4戦、モテギスーパー耐久レース7月第5戦、第8回トカチ24時間耐久レース9月第6戦、TI スーパー耐久回3レース10月第7戦、スゴスーパー耐久レース11月第8戦、 スーパーテックス,スーパー耐久シリーズの戦績3月、第1戦、CP マインスーパー耐久 500km レース4月、第2戦、はい、ランドスーパー耐久レース5月第3戦、スーパー耐久鈴鹿300マイル6月第4戦、モテギスーパー耐久509月第6戦、TI スーパー耐久10月第7戦、スゴスーパー耐久レース11月第8戦、 スーパーテック2003モチュールピットワーク GT RJGTC の戦績スーパー耐久シリーズの戦績。ありがとうございます。